はい、どうもこんにちは。オクテットメンズファッションチャンネルのムンです。今日はですね、ジョグデニムのコーディネートを紹介したいなと思ってます。オクテットチャンネル、ということでね、まあ、今日はジョグデニムのコーディネートを、まあ、言った通り紹介しようかなと思うんですけど、まあ、僕らのジョグデニムといえば、まあ、こうつい最近ね上がったと思うんですけど、レッドカードのショアっていうねモデルになります。で、これまあ簡単に言うとレッドカードから出てるあのジョグデニムです。で、これがまあ本当にむちゃくちゃ良くて、僕もね、早速ね、ブラック買って、もう結構履いてるんですけど、詳しくは僕のね、あの動画をご覧になってください。そこでね、結構詳しく、まあレッドカードのショアの良さだったり、モデルのこととかいろいろね、語ってますので、詳しくはそちらを見てほしいんですけど、まあ今日はね、そのジョグデニムっていうアイテムが、まあ今のね、スタイルにすごい合いやすいと思うんですよね。っていうのも、まあジョグって簡単に言うとデニムに紐がついてるようなイメージで OK です。まあ中にはね、裾にリブがついてるようなものもあったりするんですけど、やっぱりこのカラー入れることって最近だとスラックスにも、例えばドローコードがあったりだとか、そんな風にして、全体的に何かっていうとスポーティーな、まあ印象と言いますかね、スポーティーなニュアンスっていうのを取り入れていくのが、まあだんだんね、もう流れとして来てるわけですよね。で、この中でもうほんと最近だとスラックスなんかはプリーツがあって、ちょっとクラシックに緩くて、まあ紐があって、リラックスして履けて、ちょっとスポーティーな要素があって、革靴だったところがスニーカーに合わせたりとかね、そういう落とし方がかなり流行ってきているんですけど、で、このデニムっていうアイテムは、まあ元々はすごいカジュアルなんですけど、そこに、まあ今だとね、特にイタリアのデニムだと、まあ綺麗なデニムとかいろいろ出てる中で、まあレッドカードすごい、まずシルエット綺麗なんですよね。ただ、デニムルックの加工だったりとか、そういうのもすごいしっかりしてる中で、そこにもうちょっとスポーティーな要素っていうのが加わってくると。で、すごい履きやすいので、まあ本当に今のね、合わせにはぴったりかなと思います。なんでまあ、こうちょっとリラックスなスポーティー要素を取り入れたいんだけど、スラックスまで綺麗じゃない方とかね、そういう方にはむしろ合わせてほしいデニムかなと思います。で、まあ前提としてこのデニム合わせたら、やっぱりね、僕は全体的にちょっとスポーティーな印象だったりとか、切れ目なブルゾンを合わせてあげて、ちょっとスポーツにカジュアルに落とし込むみたいな。そんな合わせがね、すごいいいんじゃないかなと思います。で、今日はね、そんなコーディネートをね、もう組んできたので、そちらをちょっとご紹介しようかなと思います。はい。ということで、まず最初のコーディネートですね。インディゴのショアに白のカトソーでグレーのカーディガンを着ています。全体的にね、少し切れ目なテイストでまとめました。カーディガンにはこれザニエリっていうね、イタリアのブランドのすごく表情のあるグレーのカーディガンを使っていて、そしてね、まあ、クリーンなイメージで白のカトソーはマジェスティックの使ってます。まあね、この表情といいますかね、味がすごいショアともね、相性がいいんじゃないかなと思ってね、今日はちょっと合わせてみました。すごくね、全体的にね、なんかちょっとこう味わいのある感じでかっこいいかなと思います。でね、こんな感じでデニムの一個一個の表情だったりとか、あとはシルエットなんかもね、すごく綺麗にまとまっていて、ただね、リラックス感もあるようなコーディネートになってるんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じで見るとね、すごい細いですよね。まあ、シルエットもすごい綺麗なんですけど、まあ、ストレッチがね効いているので、そこはね難なく履きこなせるんじゃないかなと思ってます。こうやってみるとね、まあ、ドローコードもいいアクセントになってますし、一個一個の加工だったりとか、そういったものがすごく丁寧です。続いてのコーディネートはブラックのショアを使ったコーディネートです。ブラックのショアに対してリプレイの白のカットソー、そしてフェルノのカーキのダウンベストを合わせているコーディネートです。全体的にね、すごくスポーティーにまとめてみました。まあ、ショアのね、このちょっとしたスポーツ感だったりとか、そういったところに、うまくね、スポーツ感のある、ちょっとね、こじゃれたアイテムを合わせてます。でね、このカーキのダウンベストなんかも、すごいね、実は玉虫色になっていて、表情があるものを使っていて、そこにクリーンな白のロンティーっていう合わせですね。まあ、カーキだったり、白だったり、黒っていう合わせは、すごくね、秋っぽいかなと思っているので、これはね、すごい今から、まあ、もう少ししたら着られる、すごいおすすめな、スポーティーな合わせ方ですね。こんな感じでね、すごくやっぱりショアの表情だったりとか、あとはシルエットすごい綺麗なんで、全体的にまあ細いアイラインを形成してもすごく楽ですし、なおかつかっこよくね、履きこなせるんじゃないかなと思います。やっぱりね、ドローコードがいいアクセントになっているんじゃないかなと思いますね。で、まあこういったね、脱いで白黒っていうトーンの合わせでも紐だったりとか加工があるので、全然これでもね、様になるような秋っぽい合わせになるんじゃないかなと思いますので、すごくね、楽におしゃれに履きこなせるんじゃないかなと思います。
ということでね、最後のコーディネートです。ラストは同じねブラックのショアに対して、ライダースを合わせてます。まあ、これはね僕がもう買った瞬間にねやりたいなって一番思ってたコーディネートですし、すごいね気に入ってます。まあ、ライダースはこのフード付きのマーシャのラムレザーのライダースを使っていて、まあ、武骨なんですけど少し軽さと、あとはちょっとスポーツ感のあるアイテムなので、まあ、ショアともねすごい相性がいいんじゃないかなと思ってます。まあ、ブラックデニム、真っ黒のブラックデニムとかでまあこうライダースを合わせるのもすごいかっこいいんですけど、こういったねブラックウォッシュのデニム合わせてあげるとちょっとだけねこなれ感だったりとか、そういうのも演出できるのですごいおすすめです。でやっぱりねシルエットもねピタッとなって足のライン出るんですけど、すごいね合ってますよね。でまあちょっとこのライダースも少し真っ黒よりはちょっとネイビーがかったものなんで、カットソーもネイビーにしてあげて、まあトーンはねツートーンで合わせてあげて、表情のあるブラックウォッシュでこなれ感出してるっていうコーディネートですね。ということでね、まあどうでしたかね。今回ねこのあたりを説明したんですけど、まあすごいねちょっとスポーティーな感じで今日はね合わせていました。こういったねちょっと綺麗な感じのスポーティーってアイテムで、まあスウェットだったりとか、まあ、スラックスでもいいんですけど、デニムってねやっぱりかっこいいじゃないですか。でそこにちょっとこうドローコードがあるだけでかなりね印象変わると思うんですよ。であとは本当にこれ履きやすいんですね。めちゃくちゃすごいスウェットデニムみたいに履きやすいので、そこはすごいリラックスして履けるんじゃないかなと思います。まあいろんなねコーディネートあると思うんですけど、全体的にスポーティーな感じでやるとよりねショアの良さっていうのは魅力はね出やすいのかなと思うので、まあよかったらねやってみていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ今日、使った商品、まあもちろんこのショアもそうですし、今回ねダウンベストだったりとかカーディガンとかいろいろね使ったんですけど、まあこのね商品は全部概要欄の方に貼っておきますので、ぜひねちょっと見ていただいていいなと思ったらぜひねゲットしていただけたらいいんじゃないかなと思います。特にねこのショアは今シーズンの秋冬のデニムの中では僕はすごい一押しですので、履いていただきたいかなと思います。ということでこの動画は毎日8時に更新してますので、もしよかったらですねチャンネル登録、それから高評価の方よろしくお願いします。はい、あとですねこんな感じで SNS いろいろやってますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。というわけでムンでした。バイバイ。